が三沢が後楽園ホールに戻ってまいりました。春の嵐、大雨の東京体育館で6年間にわたるタイガーマスクとしてのファイトに決別、アジアラックも返上、本名の三沢に戻り打倒鶴田を目指します。武道館大会、鶴田との一騎打ちも決定いたしました。タイガーマスク時代、数々の名勝負を残しました後楽園ホールであります。さあ小橋がやってまいります、田植えがやってまいります、そしてその後ろ新しいコスチューム三沢光晴がやってまいりました。タイガーマスク時代、数々の名勝負を残した後楽園ホール、10ヶ月の闘病生活を終えてし、今年正月あのテーマに乗って先人の谷から帰ってまいりました。そのリング上です、三沢登場。三沢光晴27歳、新生全日本の命運を背負い、今勝負の時でありますが、さあジャンボ鶴田であります。全日本の顔、日本の至宝、ジャンボ鶴田入場であります。ベテランの3人がチームを作りました。ザ・グレート歌舞伎、土政信、そしてジャンボ鶴田、独占から信頼へ、若大将から総大将へ、時代は変わります、変わらねばなりません。若手のに対しまして堂々と胸を貸すというザ・グレート歌舞伎ドッキリ、そして世界ジュニアチャンピオン右吹き、そしてジャンボ鶴田、扇の要、堂々の入場であります。本日のメインイベント6人旅待ち60分一本勝負を行います。小橋も三沢も新コスチューム、田植えもスポーツ狩りに変えました。さあ赤コーナーの紹介、小橋健太、夏一番乗り、オレンジ色のコスチューム、小橋健太、田植え明、ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい田植え明、三沢三沢90年型のニューヒーローです、三沢光晴です。トップを目指します、世界ジュニアヘビー級チャンピオン藤正信、245ポンド、ザ・グレート歌舞伎、東洋の神秘、ザ・グレート歌舞伎、270ポンド、ジャンボ鶴田、人間国宝です、ジャンボ鶴田です。竹内さん、見どころからお願いします。それはですね、ベテラン鶴田組にですね、まさに新世代チームが挑むわけですからね、ここも何か新しいドラマが始まるような予感がしますね。そしてその中心を出すのは三沢であります。この新人類軍団を引っ張ります三沢、そして受け出すジャンボ鶴田、札幌大会、この鶴田と三沢のタッグ激突がこの後楽園に続きましてあります。そして武道館大会は鶴田と三沢のシングルマッチも決定いたしました。それがこの三沢であります。田口さん、表情を見ていかがですか、後楽園に戻ってきたこちらがジャンボ三沢の方ですが、はい、三沢の方ですね、あの東京体育館の時はちょっと戸惑いがあったんですけどもね、このシリーズ超回ってましてもね、だんだん厳しい、いい表情になってきてますね、いい表情になってますね。さあその三沢はまず控えに入りまして、田植えを送り出しました。そしてこちらは淵正信であります。世界ジュニアヘビー級チャンピオンの淵、今ゴングが鳴りました。60分の一本勝負、田植えチャチャのコールが起こっております。田植えさん、田植えもあの広島大会、馬場さんがこの田植えを絶賛してましたね。まあ、去年はですね、いろいろやっぱり批判もあった田植えですけどね、今年やっぱり非常にいいスタートを切ってますからね、一気にこのまま突っ走ってほしいですね。そうですね、あの時にはスモーチョップ、あるいはゴールデンアームボンバー、あるいは鶴田にバックドロップ、鶴田に張り手、鶴田に円錐2発、もう鶴田で打倒鶴田に、この若手が全員この田植えを始めとしまして、三沢、川田、冬木、全員が燃えております。さあショルダータックル、これは田植え、今度はロープに飛んだ、これも田植え、見下ろした田植え、節の頭を取った、そしてボディスラムであります。カイナジからはあります、大相撲の十両出身の田植え明であります。押し込んだ、さあ手を手繰り寄せた、ロープにホイップした、ドロップック、下差しドロップックであります。切り物のように決まりました田植え。序盤戦の田植えの動きいかがです。悪くないですね、はい、小橋のキック良かったですね。よく見ます、こちらはミサイルキック、オレンジ色のタイツ、蛍光色のタイツ、お前はランディーサメージか、カウント2、若々しいですね竹内さん、アームホイップ、このやっぱりオレンジ色のタイツ非常に小橋に合ってます ね、この辺練習量もらわれる動き、アームホイップどうですね、方いいですね、やっぱりそれがやっぱりアームドラッグ、アームホイップの人のもう基本的な形ですね。なるほど、アジアタックのベルトをタイガーマスク取りましたが、タイガーマスクがさらに3冠を狙うためにこのアジアタックを返上しました。この小橋もさらにこの3冠、あるいは上位を目指します。さあこの辺は縁うまい、グランドのテクニック、うちもこのシリーズスカルパ、あるいはジョニー・スミスというジュニアの強者が来ております。強豪が来日しております。ジュニア戦線、このタイトルマッチはあるかどうか。現在世界ジュニアヘビー級チャンピオンの淵正信であります。思えば道場でもこの小橋の勝負は淵でありました。さあ鶴田です、
小橋と鶴田だ。大きな壁ですね、高橋さん。そうですね、小橋にとっては本当に巨大なる壁ですね。小橋コールであります。もう7キロを増やして120キロにしたいという小橋。現在小橋は113キロ、鶴田127キロであります。さあ小橋のチャップが連打がいく。さあオレンジのトランクスが弾んでいる。さあ決まったボディが飛んだ。そのままドロップからタイムを固めた。カウント1で返します。ウィンシャクシャクジャンプ鶴田、胃袋蹴り、リーが飛んでいく。ロープに押し込んだ。2回膝を触れた後ジャンピングにジャンプ鶴田、技のバイブル。そして田植えにも、田植えにも返すことで打っていった。ジャンプ鶴田であります。まさにドームは俺の庭、ホールは俺のうちの応接間という感じであります。ジャンプ鶴田余裕のファイト。武田隆さん、余裕のファイト言いましたけれども、ジャンプの表情もすごいですよ。厳しいですね、今三沢を今すごい取りましたね。取りました。正式なタッチで、さあ三沢が今登場であります。この対決ですね、三沢とそして鶴田の対決。さあじっくり見たいと思います。打倒鶴田、三冠を狙いましてタイガーマスクと決別をしました。アジアタックを返上しました。これが三沢であります。組み合いました。膝を当てました。右の膝、側頭部、もう1回。そして3連発、4連発。そして今度は膝、ボディに当てていった。鶴田追い込んでいく。鶴田、鶴田、ロープに詰まった。さあ体を入れ替えた。ニュートラルコーナーに打つけた。ジャンプ鶴田、ロープに押し合う。ホイップした。ジャーンプ、やった。強すぎる。たまにやった。カウント2で返す三沢。皆さん怪物ですね。エイリアンのようですね。このラリアットは本当に重く強いですね。本当ですね。さあいい形でジャンボスープから歌舞伎。さあ歌舞伎だ。今度は歌舞伎。さあロープに飛ばしてリップロック、待ち受けてもう一回リップロック、ドロップキック、ボディの当たり。何を狙っている。ミサルキックが打てる。いった。上回転で歌舞伎。さあ後楽園でミサーミサル、ミサーミサル、飛んでくるの声援を背に受けている。まずはフェイント。新コスチューム、ご覧のグリーンのコスチュームがよく入っております。竹内さん、後楽園ホールで今年のお正月、膝の闘病生活、10ヶ月の闘病生活から立ち直ったんでしたね、三沢がね。そういう面でもですね、この三沢にとって今年は本当に波乱といいますかね、大きな節目の年になりそうですね。そうですね。このところのこの三沢の発言等々を見てて、どう見ますか。ともかくですね、前向きと言いますかね、積極的な発言が本当に多くなりましたね。なるほど。そんだけ本人の中にやっぱりやる気が出てる証拠ですね。なるほどね。それからこの記録などを見ておりますと、自分でフォールを奪うに行くことが多くなっています。このあたり今日はどういう風に我が手を動かしますか。自らフォールを取ってみますか。トラスティック歌舞伎、タウルが今度は捕まえられております。歌舞伎から目まぐるしい6人タッグマッチ。さあ、おっとアッパーブローを打って20連。しかし、あと敵陣で、おっとヘッドバットを返していく田植。馬場さんが言ってるのはこの辺の粘りですね。そういうことですね。やっぱりその一つの気迫が空回りしないでですね、はい、的確にやっぱり自分の気をですね、その試合の中に投入していくことですよね。あの鶴田にも張り手を打っていった広島大会、普段使わない技をふんだんに使っていった田植。さあ今日は出せるかどうか。さあ先輩の淵の道場の鬼軍曹の淵のフィストロップを受けている、パンチを受けております。さあ田植苦しくなったか。ローリングしてのクラッチホールド、淵正信であります。皆さん、あーっと、また反撃だ、また反撃だ。元村武さん、素質とか体格ってのはこの田植折り紙付きでしたからね。十分いいものを持ってるわけですからね、それをやっぱり開花させてほしいですね。それだけになおさら期待できます。田植。さあ今度は小橋健太であります。オレンジのトランクスが出てまいりました。このオレンジのトランクスがやけに目がつきます。そしてこの頃やけに目につくのが、武さん、驚異的な粘りなんですよね。それもですね、このシリーズ特にですね、名古屋でのボディ戦ではですね、はい、22分近く頑張ったわけですからね。確かこの後楽あたりでハンセンでやった時には 4分ぐらいでしたよね。2月のハンセン戦は4分でしたね。ですからこの3ヶ月でも目覚ましい成長を遂げてるわけですよね、はい。さあ三沢のコンダーフライングボディアタック、その小橋でありますが、武道館大会ウィリアムスとの一騎打ちが決まっております。今度は何分、いやもう前線というか、あーっと三沢鶴田にエルボー、エルボーを打った。武内さん、今前線という話がありましたが、この対鶴田戦シングルマッチ、ベルトは今のところかかってはおりませんが、いい試合をするだけじゃダメですね。これはですね、三沢にとっては酷な言い方かもしれませんけどね、はい、前線だけではダメですね。これが鶴田、やっぱり勝ちを狙うようなですね、鶴田と互角の力を見せてほしいですね。互角の力、あるいは勝ちということですね、高橋さん。そういうことですね、はい。そのタイガーマスク、いや失礼、三沢は今エプロンに引っ込みました。これがジャンボ鶴田、エルボーを送ってちょっとリングのスト、
急所に入ったんでしょうか。渦巻っております。リング上は小橋の縁であります。さあ小橋健太、あのベルトを奪った時にも、それからベルトを守った広島大会にも驚異的な粘りを見せました。スタミナもついたと、このように自信を語っています小橋健太。鶴田はご覧の通り、ご覧の状況であります。まだ伸びています。さあ歌舞伎、あっとアッパーブローを打って20連ボディに打っていった。さあ歌舞伎のこのアッパーブローは出ます。高橋さん、試合が顔面切り引き締まりますね。まずその的確というか上手いですね。さあ、あっとパブロも追い込んでいく。今度はキックで追い込んでいく。顔面蹴りだ。そしてタイガーマッシュの方へ歩み寄った。皆さん、この歌舞伎もですね、一度は高千代の名前を捨てた人間でしたね。そういうことですね。ですからタイガーマッシュの気持ちはやっぱり分かるんだろうですね。脇固めであります。分かるのかもしれませんね。脇固め。ジャンボ鶴田が現在ご覧の状況。あっと今頭を振ってエプロンの裾まで歩み寄りました。歌舞伎がその間繋いでおりました。この辺がベテランの上手さ。あー、鶴田終わった、鶴田終わった。パンチとエルボーから馬乗り、三沢の上に乗り切りであります。さあもう上になって、下に乗ってパンチの応酬、水の工作であります。さあ口が火星に入る、飛ばしの火星に入る。二人を剥がそうとしている。田植えと歌舞伎がやり合っておりました。さあ三沢がもうこれは離れそうにもない、離れそうにはありません。いやー、三沢のファイトが変わりました。三沢のファイトが変わった。武井さん、全日本で何か生み出そうというこの心意気。あー、また鶴田が熱くなる。三沢の心意気分かりますね。分かりますね。これはですね、タイガーマスクと決別した時ですね、三沢はどういう形でですね、鶴田にやっぱり絡んでいったということを注目したんですけどね、完全にもう吹っ切れてますね。そうですか。相手の影はもうありませんね。武井さん、ないですね。飛躍があります。生き生きとしたファイトを見せております。この三沢であります。武井さん、病床の時から苦しんでいただくから、このマスクを脱ぐことを考えてそうですよ。それとですね、その目標の先にやっぱりジャンボ鶴田をずっと見据えていたんでしょうね。そうでしょうね。全日本というと馬場鶴田とファンに言われてしまう。そこで全日本に三沢あると言われるようになりたいという、このジャンボとのシングルマッチを武道館に控えている三沢であります。まだ鶴田が焦った。鶴田本気。三沢エルボーを打っていく。三沢エルボーを打っていく。鶴田を追い込んでいきます。横にタックマッチ収集つかなくなった。口があまりの剣幕、鶴田を抑え込んだ。そして田植が今、そして小橋が三沢を抑え込んでおります。武井さん、札幌でタッグ対決、そして最終武道館でシングル対決、これはとんでもない状況になりそうですね。いい状況に逆になってきましたね。さあ歌舞伎が明らかめ、小橋は明らかめであります。この2人が試合の権利があります。武井さん、この三冠の行方といいますと、ゴディもいる、ウィリアムスもいる、札幌からビガロハンセンが来る、それから三沢ということになって、今後目が離せないですね。ナンバー2のやつが今欠場してますからね、ここはやっぱり三沢にですね、なんとかその一角に食い込んでいってほしいですね。日本人はやはり三沢とね、やつですからね。今10分が経過しました。今度は淵が脇固め、歌舞伎の後淵脇固めの連携であります。若い小橋を追い込んでいきます。高橋さん、今鶴田今ちょっと場外で呼吸を整えております。小橋今脇固めの連携の攻めを受けておりますけれども、どうでしょうか。このタイガーマスカといえば言うんですね、アジアを取った時よりもさらにこの力がついてるんじゃないかというふうに小橋のことをコメントするんですよ。そうですね、小橋はですね、タイトルを取ってからの小橋というのはですね、その発揮した形では現れてないですけどね、いろんな内面的なもので非常にやっぱり力強くなってますね。タイガーマスカもアジアで終わる男ではないと小橋のことを評しているんですが、高橋さんどうですか。これはですね、いずれは当然シングル王座を狙うやっぱり器ですよ。世界ジャックの時にはまたタイガーマスクさんと組みたいし、俺も上を狙っていきたいというこの小橋であります。さあこれは三沢です。このタイガーマスクをこっちに向けるように僕も力をつけていきたい、ファンの目を俺から離さないようにしたいという小橋、今攻められております。高橋さん、この先輩の目をこっちへ向けようというこの気持ち、小橋どうですか。いいですね。まずですね、三沢の目を自分に向けてですね、その後はジャンボの目を向けてくれば本物になってくるわけですからね。そうですね。さあ歌舞伎がアッパーブローだ。小橋大きな声を一つうめきを上げましたが、さあすぐ反撃に移る。フライングボディアタック、自信の男を作る。小橋健太スクッとなった。歌舞伎のトランスが待っていた。歌舞伎も整う。あーっと脇固め、厳しい脇固めですね。武内さん、この歌舞伎選手が、福選手がご覧の脇固めで小橋に何か教えているように、
あの東京体育館、ジャイアント三馬選手が身をもって若手に何かを教えた、そんなこのシリーズの序盤戦ですよね。まさに馬場選手もですね、やっぱり歌舞伎選手もジャンボ鶴田選手もですね、体を張って何かファンに訴えですね、この選手の中に何かを示そうとしますね。そうですね、そんな感じがこの後楽園も必死に使ってまいります。ハイキック、すごい、すご腕、すご技、カウント2。さあ馬場氏、三冠のベルトが思いも、あっとアームブリッカー、これも脇固めの一冠です。三冠のベルトが本当に本当にチラリだけでも僕にも見えてきましたという横橋であります。武井さん、自信がついてくるところ発言も変わってきますね。今の小橋見てますとね、まあ、今年はどうか分かりませんけどね、来年だと三冠挑戦の可能性は十分に考えられますね、はい、これをカットいたしました。さあ背後からカットされた鶴田がまた怒った。あっと両の肩をポンとしたら今度はエルボーを返していく三沢であります。さあタウリが鶴田に突進だ。うわっとエルボー、今のはスピードがあった。竹内さん見ましたか。これはいいですね、パワーサーなし馬場直前。いやいや、もう竹内さん、メインイベンターまではあと一歩ですよね。やっぱり三沢の気迫が、またの間につなげて繋がってる感じがしますね。本当ですね、夢をつなげろ田植明、夢をつなげろ、これはニュースだ、これはニュースだ、頑張っている田植。さあ今度は千葉、単なるプロレス好きの青年が無名の練習バックドロップを打ちました。バックドロップ、ジャンボの得意技を打っていった貫突、無名の練習上がり、新人が頑張っています。暮れも正月もないんです、今日の地位をつかみました。デビュー2年です。故郷の福知山には一度もまだ帰っておりません。今のバックドロップ意地を見せましたね、竹内さんね。小橋も意地を見せました ね、本当ですね。しかもかけた相手がジャンボですからね。そうですね、この小橋、タイガーの頑張りがフットルース、あるいは高野中野の元アジアチャンピオンコンビ、あるいは今抜かれた形になっています田上高木、そして菊池北原を刺激していることでしょう。あーっとこれは厳しい、2位クラッシャー突き打っていった本部席、菊池正信であります。菊池も何かしら小橋に言葉を投げかけております。まさにこのベテラン対若手の世代闘争、そしてまたベテランと若手がファンに何かを訴えかけている、そんな感じの後楽園ホールであります。田植が気遣います。小橋が今ちょっと足を引きずっています。リング上に戻されました。待ち受ける相手は淵正信であります。さあ小橋君と頑張れるか。武井さん、こうなりますとね、若手は今タイガーマスキにどんどんついていって、そしてぐんぐん上へ登って、それも大事だけれどもタイガーマスクに頼っちゃいけないということを僕思うんですがね。最後は一本立ちですからね、この小橋だって今一人で頑張ってますよね。こういう頑張りからですね、自分のプレスリングを完成させていかなければ何の意味もないですね。そうですね、三沢に続け、そして来たる日に三沢を倒してもらいたい。三沢を倒るな、元決起軍川田冬樹、そして小橋、今15分が経過しました。長い勝負になっています。武井さん、これコールがですね、やはりベテランチームに集まるかと思ったら若手チームに声援が起こってますよ。これだけ前線してるわけですよね、自らのアップに飛んでラリアットレフトハンド、しかし打った小橋も地に伏せている。苦しいんだろう、苦しいんだろう。さあ今度は田植え、スモーチョップ、スモーチョップ、電車道、飛躍の電車道、そのままタイムレア、エルボー、元本当に相撲を取りだったとは思わない、見違えるような動き、ご覧ください、すり足ではありません、日差しのドロップキック、田植え明頑張っている。これはいいつなぎですね、いいつなぎ、三沢を呼び込んだ。さあ三沢の番だ、どうだ、やーっと華麗であります、三沢華麗であります。丸裸で世界を狙うという、一から出直すという伊沢、武井さん、自信なんて後からついてくるよ、こう言ってますね、フライングレット、そうですよね、今ね、伊沢を見てますと、まさにそういう気がしますね、本人は悪いけども、俺のわがままを聞いてくれ、未練がないし、もうマスクはかぶりませんという伊沢、その伊沢から小橋、さあ、ドロップキックを払い落とした、鶴田の小橋、伊沢だ、顔面だ、すごいな、鶴田の2位。あ、起き上がる暇は与えない、しかし下から蹴り上げる小橋、高校1年の時には肺活量3000だった、それが先日上がったら肺活量計をぶっ壊した男、足が飛び散ったエルボー、小橋のエルボー、両の手を合わせた鶴田、
高橋さん、しかし2つ受けたら1つでも返してますね、小橋ね。この気迫がいいですね、ボディにパンチを打っていく、ひざまずいてでも攻めることですよ、もう顔面を打たれて、もう視界が朦朧としているかもしれない、頭の中は朦朧としているかもしれない、しかし立ち上がっていきます、しかし最後は鶴田に捕まった、余裕のタッチを見せます、高橋さん、鶴田も熱くなった膝です、なっていますが、この3人、やはりベテランだと。いうところが随所に見えますね。見えますね。ただですね、やっぱりこの新世代コンビのですね、パワーの前にやや今日は圧倒されてますよね。さあ肩、時計日固めであります。小橋は両の膝に古傷があります。さあ三沢がカットに入らんという姿勢。さあ三沢が入る、口がステップバック、この汗の量、三沢、三沢、さあストンピング攻撃、痛めた膝、一点集中攻め、先ほどは脇固めだった、今度は左の膝、歌舞伎もおそらくこの辺り攻めを展開してくる、ニークラッシャーだ、私が言うまでもない、膝違いし歌舞伎であります。耐えられるか、小橋耐えられますか、歯を食いしばっている、小橋健太、武道館大会ではウィリアムスとの一騎打ちも決まった。さあ耐えられた、しかしまだ完全に離れていない、今剥がされた、さあ鶴田が出た、ゴリラスラム、ゴリラスラムで今考えがどっとなるのは鶴田ぐらいですね、ジャンボだけですね、本当にそうですね、俺と組んで戦って、若手と組んで戦って、大きくなって押し壁になってみせるというジャンボ鶴田。高橋さん、この後壁が入りだ、壁が入りだ、張り手、張り手、今日も打っていった、広島について打って、全日本の本拠地後楽園でも張り手を打っていった、三沢にいた、三沢にいた、武道館大会鶴田と三沢シングル決定、どうなるのか、ちょっと連携が合わなかった、割れ日でストロンキックダブルだ、三沢鶴田サイドスープレックス。武井さん、このシングルマッチを受ける方の鶴田としてはこのところの調子、今日の試合見てどうですか。調子は悪くないんですけどね、このシーズン決してあんまりいい出来がないだけにですね、はい、このシーズンのジャンボはちょっと不安な材料を抱えてますね。あ、と言いますと、これはですね、開幕戦からタッグで7連敗してるんですよ。ジャンボですか。これはですね、ちょっとジャンボらしからぬやっぱり集大と言いますかね。あ、なるほど。そうしますと三沢十分にこれはつけいる隙があります。さあ、小橋のミサイルキックは読まれた、ジャンボ鶴田に読まれました。さあ危ない、最後はジャンボラリアット、片山に固めて、あーっと観察、小橋頑張った、小橋もここで玉砕できないわけですよね。そうだ、小橋には夢がある、世界を狙う鶴田を倒す夢がある、あーっと打っていった、スピンキック、夢丸ごとお代わりしたい。さあローリングクレイドル、久々に見た、後楽園ホール、これは四つ星であります。そのままゴールド、まだ残ってるじゃないですか。武さん、夢を回転させましたね、夢を回転、武さん、それいい表現だ。さあそのままカバーの体勢、カウント2であります、カウント2であります、ローリングタッチ、タミナがまだ残っていた、逆もまだ残っていた、夢が残っている、20分経過、タウンへの相撲ラリアット、相撲チョップも出した、相撲ラリアットも出した、元重量玉切り、プロレスで大きく生きている、たくましく生きている。さあどうだ、上が変わりましたね、よくぞ盗んだ、よくぞ研究した、バックドロップ、技のオンパレード、声が私のかすれてきた、ドロップキック、田植え倒れた、起き上がるのがしかし早い、待ち受けて何か出すそうだ、パワースラムか、ブロックマスターか、しかし返しません、返して返した、目まぐるしい攻防、顔だ、顔じゃない、縁、あーとビッグドロップ、もう一回飛んで、バーこれもいい、これもいいですね、恐れ入りました、カウント2、アトミックドロップからバックドロップに繋ぐというのはいいですね、柔道でもね、前技後ろ技っていって有効なんですよね、これはいいですね、さあそして今度は回転してるブロックバスターはパーッと歌舞伎に読まれた、さあ口がストロー脚をついでは腕十字に持っていった、さあ小橋が出ます、さあ今度はウィリアムスとの一騎打ちが決まった、武道館大会
張り切っている。ギロチントラップ、ギロチントラップいった。高木さん、超ヘビー級とこれまで戦ってきて、成長したわけですが、本当にローリングクラッチホールド、足を取るだけでもヘビー級からの掴めるんだなと言ってるんですよね。逆にジャックナイフ、この成果は本当に久保氏が現れてきましたね。練習量の豊富さ、そして今までの経験がよくこの試合に出ています。さあ今度は三沢が小橋を呼び込む。さあいずれ世界タッグをこの二人で組んで狙うことになるかもしれません。フライングラリアット、小橋と三沢の連携もいい。ダブルグラフィック、さあチャンス、歌舞伎をチャンスですね。歌舞伎を放り出して、さあ三沢チャンス、小橋がジャーマン、まずはジャーマン、さあカウント2、カウント2、カウント2。おそらく若手がこの三沢についていくでしょう。しかし三沢を頼るな、しかし三沢を離すな。タイガードライバー、鶴田が気がついているがどうか。ジャンボラリアットを狙った、ジャンボラリアットであります。迫力体感鶴田のラリアット、しかしタイガーマスクも返していきます。遠征、遠征があります。遠征、さあどうだ。仮面を脱いだ全日魂、本格派三沢、エルボーで逃れた夢とロマンはお金じゃ買えない。バックに回った、自分の気持ちをぶつける。タイガースプレックス、タイガースプレックス、タイガースプレックス、やりましたね。20秒、タイガースプレックス、鶴田首を振る。ミサーミサールゲームマッチのため1番など6人がいました。タイガースプレックス、ミサーミサール、ミサー革命の始まりであります。脅威を覚えるでしょう、ジャンプ鶴田。まだ有効性のままではない。そんなコメントが伝わってきそうです。大きく右手を上げて今コールをいたしました。お客さんにアピール。23分10秒、長い勝負でした。最後はタイガースープレックス、三沢がこの鶴田軍団を破った一戦でございました。